孤児、マリーは、1910年に、フランスで出版されたマルグリット・オドゥによる小説。幼いマリーは、母の死と父の失踪によって9年間を、孤児院で過ごすこととなり、美しく優しいシスターのマリー・エーメに見守られながら、日々を明るく過ごしていく。やがてマリーは、農園で羊飼いとして、働くこととなり、シスターと別れて、孤児院を出る。懸命に働くマリーは、 農園の人々の信頼を得ていくが、農園主の妻の弟であるアンリーと恋に落ちたことから農園を出ることになってしまう。孤児院に戻り、シスターに再会したマリーは、姉の勧めでパリへと向かう。ダリニャック夫妻の経営する仕立て工場でお張り子として働くマリー。それぞれに困難な家庭状況を抱えた同僚と支え合いながら厳しい日々を過ごす様子を描く。 フランスの女性向け雑誌、マリエ・クレールの題名は当小説の影響を受け付けられた。レトロベ・セレクチャーズ・ディーン・アン・ファンス、マリエ・クレール・デ・マーガレット・オーデュー・デルフェン、エスブックス・アンド・モア2011年11月11日2017年2月、閲覧。ありがとうございます。